あ、場所は任せます。やだな。いいよ。ん、何腕出してんの。違う、え、どこでもいいよ。でも僕一箇所だけ全く感じない、通貨が全く感じないとこあるから。どこ。それはマジで気をつけた方がいい。クイズ始まってるここで今。どこに、どこにつければいいんだろう。そうです、任せるよ。じゃあ決めていいよ。いや、そうよ、決めるんだけど。決めないよ。じゃあやめろ、探すな。やるなら早くやれよ。うるせえなお前。いやいいよ、どこでも。痛いとこがいいんだよな。でも僕どうせ先輩のさ来た瞬間チクイかと思った正直。いや、お前の発想やばいからね。いや、よくやるじゃん芸人さんでパンみたいな。負けなくてマジでよかった。あ、これいいじゃん、コメントの力借りて。いい、みんなどこにつけたい。眼球とかって目ん玉取る気のやつおるけど。ほっぺ、鼻、二の腕、鼻かな、唇、頬、脇腹。うんうんうん、まあまあ、じゃあバッて決めちゃう。ほっぺが多いや、唇、唇なんか切れそうじゃない。鼻か耳かな、そしたら。鼻の穴の間って何。あ、ここじゃない、牛みたいな。怖い怖い、怪我しそう、怪我しそう。まあ耳っぽいから、じゃあいいか。右と左どっちが好きなのか選んでいいよ。右で、クラピカ理論で右。こっちで右。お前から見てなかった。ああ、こっちがいいな。こっち回ってるじゃん。いや、鼻にするわ。いや、鼻やばい。鼻1個しかない。いや、マジで、マジで痛そう。どこにつける、鼻の。鼻の、だから、こう。こういくの、うん、でも待って、これ。こういう声になるようにつけて。うわ、怖っ。こういうこと。そう。いや、でも、ここ、あ、この可動範囲が狭すぎる。そっか。だから、こことかもう眉間とかになる。いや、眉間でもギリ刺されたの。やるとね、跡がついちゃうから。耳でいいんじゃない。まあ、耳でいっか。右、右、右、こっち。あ、髪の毛巻き込んだ。行くぞ。うわ、これ怖っ。いや、これ怖っ。でも、それさ、僕、こっち見れないよね。そっちつけられると。こっちの方がいいんだよ。じゃあ、こっちにしようか。この時点で痛いから、この時点で痛いから、もう行くときに、ちょっと、わかったか。話すわ。行く？すぐ行く？行くとき話すって何？だから、引っ張る前に。いや、ダメダメ。これもね、そこ含め、通過点なんだよ。お前、耐えるんだよ。このね、この時点で痛いの。負け犬。いやー、お前にリードをつけてやったからな、ちょっと。待ってね。これ、どう？あ、オッケー、痛い、痛い。いや、行ったまじで。じゃ引っ張るよ。いいよ。3、2、1、5。あ、お前ビビんないのな。もう、腹決めてっから。危ないので、思いっきりって運営が言ってた。運営バカだから。これさ、耳ちぎれない？大丈夫、大丈夫。大丈夫、これ。再生するから。耳ちぎれたら返してる。いや、行って、これ。マジで行って。マジで痛い。もう早くして、思いっきりって運営から出てるから。いやー、俺はね、痛い痛い痛い、良心的に画面が痛い。あの、したくはないんだけど、運営が思いっきりって言うから。おいー、うわ、痛そう。いや、でもね、え、気づいてしまったんやけど、うん、この状態が一番痛かった。引っ張るときそんなに痛くなかった。なんなんそれ。よかったー。マニュアル罰ゲームいつもなんかちょっとスカだよ。でも、一回耳つけるだけつけてみて。なんで？違う違う、ちょっとすぐ意味わかんない。違う違う違う、何が分かんないから日本で意味わかんないからね。じゃあ、じゃあ引っ張んないから、これだけやってみて。この状態が意味わかんないから一回やってみて。なんで勝者の俺がいつもいつもその状態がマジで痛い。いや、そうなの。痛い、痛いね。うわぁ、痛っ。お前バカじゃないの。お前、しかも中途半端に中途半端に引っ張ったから、お前マジでちぎれそうなの。これで、これでスッてやっただけなんで俺いつもお前と痛み分けしないといけないんだ。意味わかんねえよ、もう